巡洋艦マインツだ。アドミラルヒッパーの時給として計画されていたが、事情によりこの姿での具現となったな。ここまで言ったら、あとはわかるか？巡洋艦マインツだ。機関は我が最初の指揮官と見た。ふん、失望させないでくれよ。この大機を有意義なものにしてくれたまえ、指揮官。戦績か。今日から数えるとしよう。何をする！ミルクを入れるなど、コーヒーへの冒涜以外の何者でもない！砂糖もだ！信じられない！この広さの空間で、コーヒーメーカーすらないとは！この形ではなく、かの大戦で実際に建造されていたであろう形なら、どこまでできるか。考えても無粋か。どうした？慰めてほしいのか？ちょうどいい。死者の的は機関にしよう。任務をすべて放置するつもりか？任務の報酬。いつまで放置する気だ？新しいメールだ。忘れているわけではあるまいな。兵装にもメンテナンスが必要だ。委託に出た彼女たちを出迎えてくる。少し席を外す。ふん、実戦で試したくなったな。こちらの足を引っ張るでないぞ。こちらが参戦している以上、当然の結果と言えよう。ふん、実戦経験を積んだと考えることにしよう。今だ！聖書、始め！兵装が作動しないだと？最初の指揮官がこのざまとは、まったく嘆かわしいことだな。生まれたからには何かをなす。でないとこちらの設計や建造に関わった人々に顔向けできまい。実践経験が足りないというのなら、素直に実践で積むしかあるまい。指揮官、言葉のあやなど気にせず、戦闘に参加させるといい。かつては己を証明するために戦っていたが、今は機関のために戦っていると言えよう。指揮官、機関が信頼に足りうる人物であると、すべての人にそれを証明したいのだ。機関はこちらにとって最初の、そして最後に忠誠を誓った指揮官だと認めよう。それだけではない。機関はたった一人の、もっと近づきたいと思えるような存在だ。こちらの存在意義は、すでに戦いのみならず。この命、そしてこの運命は、もはや機関とつながっている。愛する指揮官よ、今この時より、この心は永遠に機関のものとなったのだ。鉄血の真の力を刮目せよ！アズールレーン。世話になった恩に免じて、一応受け取らせてもらおう。これを受け取れるとは思っていなかったな。機関のこと、刮目に値するようだ。